隠れマンボウ。チリ沖でも、本種と思われる個体の撮影例があることから、南半球広域に分布することが示唆されている。ニュージーランド周辺の海域、チリ南部とアフリカの沖合、オーストラリアの南東部の海域で発見されている。全長50から242センチメートル。より大型化する、可能性がある。マンボウ族多種と比較して体型は細い。頭部は隆起する。 鱗ろこは、円錐形。カジヒレ上数15から17。骨盤数5から7。カジヒレ末端部は丸みを帯び、切れ込みが一つだけ入る。ヒレキ部前には、滑らかな体模様が入る。同族で、より大きくより広く知られているマンボウと密接に、関連している。生態は、マンボウより、スリムで、より洗練された形をしている。他のマンボウ属の種とは異なり、 生態であっても、かじびれの一部が欠けている。種庄名テクタは、ラテン語で、隠す隠れたの意があるテクタスに由来し、隠れと同義。英名、フドウィンカーは、ダマス、トリックスターの意。これは、初期の分類学者から関心を寄せられながらも、3世紀、近く記載されていなかったことに由来する2005年に、世界中のマンボウ族の標本の、 ミトコンドリア DNA の D ループ領域の分子系統解析から M ラム g ーがオーストラリアと南アフリカ共和国の2系統に分かれるという解析結果が得られた2009年に日本近海の標本も多く含めた世界中のマンボウ族の標本122頭のミトコンドリア DNA の D ループ領域の分子系統解析からマンボウ族は少なくとも3種に分かれるという 解析結果が得られ、本種はその中の一頭のみでグループ C とされていた。この解析では、グループ C の個体は、前述した2005年の系統解析で、南アフリカ共和国産の系統に含まれることも、判明した。2017年に、ニュージーランド産も含むモーラ SPC の27標本による、形態比較とミトコンドリア DNA の D、ループ領域、 ン遺伝子の分子系統推定から新種記載された。種商名は、ラテン語のテクタで、隠された、秘密にされた、などの意。皮膚サンプルの DNA 解析によって、初めて別種の存在が判明したもので、外見では、マンボウとの区別が容易ではないため、従来は、その存在が認知されなかったいわゆる隠蔽種である、ことに由来する。同様の理由で、和名も、 隠れマンボウと名付けられた。消化器官の内容をものからは、セティスワギナやパイラス魔族などのサルパ類、クダクラゲ類などが検出されている。ありがとうございます。